その島には古来より伝わる習わしがありました。生贄を捧げ、荒ぶる魔物たちを沈めてきたのです。そうしてかろうじて保たれてきた島の平穏ですが、次の儀式を待たずして魔物被害が急増。人々はもう一度生贄を捧げようと考えます。選ばれたのは弱い18の少女でした。命をつなぐ旅が始まります。生贄の儀式が行われる最果ての地へ、刹那を連れて。